写真拡大。オープン戦、巨人、ロッテ、24日、東京ドーム。巨人の陽大観外野手が3試合連続となるオープン戦5号ソロを放った。2回先頭。2ボール1ストライクからの4球目。有吉の直球を振り抜いた打球。打ったのは高めのまっすぐ。知らない投手だったので、コンパクトに強く振り切ることを心がけていりました。いいイメージで打席に入れていると思いますとコメントした。